王国復興第13部、始まるよー。遠征前からスタートです。五線と一覧に新たな顔が加わっていますね。なんともいやらしい顔つきですが。3人目の名はローデリック・ローレン。歴代で最も経営センスに優れた金融王。亡霊グランパこと弟子デラブスが建国したアスカリア。その富を売買ゲームで増やした投資の天才。しかし仕事に熱中するあまり家庭は冷え切ってしまい、気づいた富も後にウッド堂の散財で消えるなど悲しい顛末。書物によれば冷え切った家庭にショックを受け、人生最大の財産は誰にも見つからぬよう隠したとかなんとか。説明からするにローデリックの後にウッドローは確定ですが、ロバート公はその間なのか、ウッドローの後なのか。おいおい確定することでしょう。ではダンジョンチェキ。新しいダンジョンは右下の納骨堂。ノームの墓が多く存在する王家の墓的場所。難度ハードなので一旦保有。お隣の砂漠、タートルロックを今回は攻略。民上から交易のため多くのキャラバンが通るポイント。その分荷物を狙う強盗も多数出没。気張っていこう。対戦よろしくお願いします。タートルロックは探索用か。初日はイベント、オッスお願いします。砂漠の中にありながら綺麗に手入れされた場所を発見。そこには巨大な剣と、剣にくくられた赤いマントが。この辺りで活躍した人物の記念碑のようですが、ひとまず剣をチェキ。剣の作りはドワーフが用いるものに間違いないが、その大きさは振り回すにはあまりに現実的でないサイズだ。赤いマントと相まって神秘性すら感じる。一行はただただ簡単の声を上げるばかり。お次は墓をチェキ。墓は非常に簡素なもので、墓碑名も曰くも書かれておらず、剣とマントしかない。果たしてここに眠る人物はいかなる存在だったのか。ここで砂嵐にさらされ朽ちるはあまりにもったいない。踏ん張って土から剣を引っこ抜く。これは扱いにくい。ぽいっちょ。グリフィスのタイプであれば扱うことができるだろう。ということでユニーク級、英雄の剣ゲット。回避命中アップにダメ 15%、仏棒貫通まで完備。強いぜ。おまけにグリフィスとテオの親密度アップ。テオはなんで。二日目は左上の戦闘へ。戦いだ。大猫軍団バトル。弓猫が多い左側へ配置。いざ前期前進。第21戦、子猫の連休。7ターン以内の制限があるので、まずは蛇を増やしまくる弓猫退治。エンパワードダイナミック弾で494ダメージ。ファイアフライ高乱数でゴリゴリに削れており即粉砕。蛇に噛まれながら第2ターン。またする。あとは寄ってくる猫を順番に倒して、終わり。また来る。成し遂げたぜ。報酬は460円と各種資材。またコンバットコンダクターくんドロップしてる。3日目はそのまま上のイベントへ。猫、猫だらけだ。ケイはファラオ猫ことマウ族の権力争いに巻き込まれた。片やムルムル王朝のカハルテック2世。片やサンディーバレス王国のタラクヒルカ城。カーボ渓谷の支配者は自分であると互いに主張。両軍の戦力は拮抗しており、膠着状態に陥っている。もし味方してくれるのなら報酬を渡すとのこと。王か女王か。味方するなら女王に決まってるよな。いざバトル。このステージでは女王猫がユニット参戦するため、こちらが出せるキャラは3人のみ。やはり弓猫がいる左側に配置。いざ前期前進。第22戦、猫の谷での戦い。ダールは弓タイプ。もちろん蛇飛ばしも使用可能。射程は脅威の10マス。空どこにいても蛇飛んできますわ。蛇の噛みつきはダメージ200から266。毒の他に移動半減のスロー付与。自分で使えら激強なんすがね。蛇はパウンチで潰し。またくる。あとはベンタボンが殴り倒して、終わり。またくる。片付いたぜ。報酬は経験値40。あとはイベントに期待。王の軍勢はチリジリとなり女王が勝利した。褒美にドゥーンストーカー棒をゲット。ダメージ 20% とかなり強力な武器ですが、残念ながら現在装備可能メンバー不在。倉庫に入れとこ。4日目、倒されたメンバーもいないので戦闘マスへ。
戦いだ。目標は中央、ラストはアーム討伐、左側に戦力を、左ばっかだな。いざ前期前進。第23戦、コーラ軍団との戦い。HP941 のトゲと5体に加え、目標ラストはアームはなんと HP4250、タフすぎー。トゲゾウをさっさと処理し、囲む体勢を整えましょう。では初参戦、ゾウのスキルを撃。一つ目はドレッドランス。両射程の氷属性 90% ダメージ。当たった相手をマーキングし、倒すと 10% シールドゲットのおまけ付き。二つ目はバットスボーム。範囲 20% ダメージと規制力は低めですが、ゼロ復活につき 5% アップ。ダメージ分手をにシールド付与。敵の命中ダウン付き。命中ダウンはかなりうまじ。雑にばらまいても良さそうね。三つ目はキャプテレーションゲーズ。氷属性 50% ダメ。一ターン沈黙状態。さらにテオは2ターンエンパワード。バフでバフ増し増しキャラじゃのう。四つ目はテオの主力スキル。ダークハーベスト。範囲 50%。デバフ一つにつき 40% の追加ダメージ。デバフ持ちのキャラと連携すれば、一ターンで強化力が出せるロマン技。五つ目はウルティメイト。クリーピングブーム。選んだ敵のデバフを一つ、すべての敵にコピー。行動不能や毒を伝播させれば撃破ですが、タイミングの問題もあって扱いが難しいですね。アリスの火ダメアップ伝播でも強そう。使い勝手最強は当分シグニーでしょうけど。走行してる間に毒でシグニーと警分が制御。HP 回復手段がないのでじわじわ殴りが辛い。トゲゾウ殲滅。手を受け身に時間を稼ぎ。捧げるは天使への抱擁。あとは大怪獣バトルで殴り合ってもらいましょう。ラストアームは光線による範囲ダメージ。ブレスによる前方範囲ダメージ持ち。中にいるキャラを前に置き、横の方向から支援。やっつくしたぜ。報酬は420円と各種資材。宝箱は3つ目のネックレス。火属性貫通 5%。5日目、アリス以外ぶっ倒れてしまったので野営で休憩。左下の野営を残せたので、残り2000も安心して戦えるわい。グリフィス殿、そなたに話がある。本当に聞きましょう。そなたの名誉に訴えかけたい。そなたは我が輩と同じ騎士判断を共にできると信じておる。そなたは敬老連の従者だ。野心を持たず限りのない忠誠を尽くし、控えめに言っても称賛に値しよう。だが主の行動や人付き合いには我が輩と同じ心配を抱いておるはず。若さゆえの不注意だが、裏を返せば欠点と言える。何計様を貶めようというのか。我が輩はなぜそなたが沈黙しておるのか理解したいのだ。そなたの意見が主と完璧に一致したとて世界がそなたを苦しめないとは限らんぞ。私は正しい正しくないに関わらず従うと誓いを立てた。そして今まで正しいことだけを目撃し、間違ったことは一度もしていません。そうか、我々は我が輩が考えていたほどには見ておらんようだ。この話題はやめにいたそう。それが最も賢明な判断でしょう。さすがケイ君たちで。様式に従っているだけ悪いとこ教えて。3級の3択。3級をチョイス。私はただ自分が信じることを述べたまでです。ケイ様、心配は無用です。信頼を確認したところで、他メンバーとも会話。なんとも、光と熱は我の肌にとっていいものではありませぬ。民上のキャラバンってのは楽しい連中だね。連中の質問の多さはあんたの財布の厚さと比例するみたいだ。おかげで私の肌が何度救われたかわからしない。スキンケアの試供品とかもらいまくってそう。シグニーは以前の砂漠と同じコメントだったのでカット。では戦いだ。勝利条件は2ウェーブ殲滅。いざ前期前進。第24戦、陥没穴での戦い。敵はトゲゾウのみですが、数ターンに1体ずつ増援トゲゾウ出現。増援は無限に出現。これを含めて殲滅しないといけないため、スピードが大事。負けてる。増援が来ないようちょっぱやで片付けまして。第1陣を殲滅して第2陣出現。ゴロツキ1号2号。この状態でも一定ターンごとにトゲゾウ出現。突然攻撃がないとクリアにならぬ。壁のゲッザが転んで殴り合い続行。やることは変わんねえ。ボケクリコ稼い。倒しきったぜ。Ancestors! This kill is for you! 報酬は460円と各種資材。宝箱はトゲ付き大玉。テオの武器で行動アップと氷貫通。7日目、最後の戦闘前に野営に戻って休憩タイム。またレバンとキョウが会話しかけてる。どう考えてもチーム内でまたやってるよって言われてるぞ。我を男子系にするのはやめてしまったようだが、何かあったのかね。
我が輩は自らの規範が自らを禁じていることに気づいたのだ。あなたの規範、我が輩は子供は殺さぬ。ってそれは一体どういう意味だね。子供扱いされる手鬼悲しき過去。優しいな規範って手はおじいちゃんだぞの三択。規範とかあったんすね。騎士ならば皆持っておるグリフィス殿もそうであろう。むむむグリフィス殿は会う人全てを無意味なしで脅迫したりはしないでしょうな。話が脱線しましたぞ。休憩終わり。では最後の戦闘マスへ。乗り込めー。戦いだ。またまたニウェーブ戦。最初はノームの強盗。蹴散らしてやんな。いざ前期前進。第25戦。サボテンの茨道。敵も随分ね。まさくる。急いで捧げるは変身の紅葉。第2戦はラストワーム2体。KHP 抽選とはたまげるな。急いで捧げる。2体同時相手はしんどいので、集まる前に集中砲火で1体討伐完了。ラストワームは範囲技こそ持っていますが、前方ブレスも放電もシールド貫通なし。ゲッザでタゲ取りをしてブレスを集め、後ろからチクチク殴ればさほど苦戦はしない相手。真に面倒なのは取り巻きの存在、はっきりわかんだね。あとは前後から殴って差し上げろ。にしたぜ。報酬は520円と各種資材、宝箱はレア級手を武器のみの大玉。すげえ強えじゃん。対戦ありがとうございました。タートルロック攻略完了。アスカリアに戻ればチャプターに乗るままであと6日といったところで今回は終了です。次回、期日2回目。それでは皆さん、お達者でー。